俺の名前は夜になると29歳、自動車販売ディーラーのお客様相談室でクレーム対応スタッフをしている。顧客から因縁をつけられたり罵倒されることは今に始まったことじゃない。習うより慣れろって言うけど、これ慣れすぎじゃねえ。こんな俺だが、実は最近悩みがある。それは夜になると食欲が爆発してしまうこと。朝や昼はまだ時勢が効く。しかし夕食後になると大食いがやめられなくなる。こんなの食ったら絶対やばいって。でもあがん、まだにまとめるというのがデフォルト。仕事は相変わらずクレームの嵐。いい加減にしろ。責任取れ。なるへで全社します。死ぬ。でもなぜだか夜食を食べれば気分爽快。今日はスーパーの半額寿司狙っちゃおっかね。気づくと飲み会の後のラーメンや締めのご飯もデフォルトに。ラーメンいっとけ。いいね、うまい。こりゃ癒される。食べてきたというのにまた一人で2次会3次会を開催するのが日課となる。日中ストレスをコントロールできない状況にさらされ続けると、どうしても夜食が食べたくなるんだよね。それにしても夜食ってなんでこんなにうまいんだろう。食べることは人間本来の欲求のためコントロールしにくいものだから、ついつい依存してしまうのだ。現代人はストレス過多だから、きっと俺だけじゃないだろう。ちなみに日中の食事量は人並みかそれ以下。てか朝も昼も抜く日だって普通にある。つまり1日の摂取カロリーの 25-50% 以上を夜食で取ってる計算だ。ま、1日1食の人だっているし、夜食が多くたってどうってことないだろ。と高をくくる。もちろんこの悪循環を断ち切ろうとしたこともある。風呂入ったし晩ご飯食べたし、よし寝るぞ。それでも空腹感で目が覚めてはいろいろ食い散らかしてしまうのだ。なんか腹減ってきて。この冷食チャーハンめっちゃうまいんだよね。水のいらない餃子も絶品。うまい。やっぱ夜食最高。締めにはおせんべい、ロールケーキ、チョコレートやポテチを食べる。そうして再び眠りにつく日々。昨日も夜食がっつり食べたし、今日は絶食でいいかもね。そう思っていても、嘘やろ。結局また腹が減ってくる。しばらくヘルシーな晩ご飯にしよう。ごちそうさまでした。理性が保ててるうちはこんな具合だが、案の定また夜食に手が伸びる。俺は人として最低で、誰か止めてくれ。2ヶ月後。たったの2ヶ月で体重5キロも増えた。さらに、睡眠が浅くなったかと思えば、日に日に眠れなくなってくる。当然、集中力だって散漫になれば気分まで落ち込みがちに。はい、なんてこった。事態が深刻化したのはそれからすぐのこと。突然気持ち悪くなった俺はいきなり車内でリバース。おい大丈夫か。はい、ご心配なく。と口では言ってみるものの、日に日に体調は悪化の一途。こんなの嫌で。過食後の嘔吐も珍しくない。そして夜食のせいで膨れ上がった食費がついに月額20万を突破。このままじゃ食費破産しちゃうよ。限界だった。病院行こう。自分ではどうにもならないと思った俺はかかりつけ医に相談し心療内科を受診。すると典型的な夜食症候群ですね。夜食症候群、聞いたこともない病名を告げられる。正式には夜間摂食症候群。夜食症候群は単なる過食ではなく、厚生労働省が注意を呼びかけている摂食障害のことで、夜食べないと眠れない、どうしても寝る前に食欲が止まらない、睡眠障害で途中で起きると食べずにいられないといった症状が特徴です。まさに俺じゃ。
原因に何か心当たりがあるのでは？おそらく仕事のストレスかとは。やけ食いなどに代表されるように、人はストレスがたまると精神的な満足感を得るために食べる傾向があるのだという。食事をすると満足感を感じるホルモン、ドーパミン、セロトニンがいともたやすく分泌されます。その満足感を得るために空腹でもないのに過食を続け、結果として夜食症候群になってしまうんです。推測するに遅い時間に夕食をとっていた。違いますか？はい、残業が多い仕事なので夕食は結構遅めにとってました。遅い時間に夕食をとる習慣も夜に食欲が止まらなくなる一因となるのです。そうなの？夕食と寝るまでの時間が短い場合、満腹中枢を刺激するホルモンレプチンの働きが悪くなるからだそうだ。遅い時間の食事は睡眠不足にも関係しています。長い間起きていると体内でグレリンやコルチゾールなど食欲をアップさせるホルモンの分泌が増えてしまうらしい。つまり俺はなるべくして夜食症候群になっちまってたのか。特にファストフードなどの脂肪分が多い食事を多く摂取すると食欲のコントロール機能が麻痺しやすくなってしまいます。医師曰く、本来脂肪を摂取することでレプチンというホルモンが食欲を抑えるのだが、取りすぎると逆にレプチンが効きにくくなるため満腹中枢が正常に働かなくなってしまい、食欲を抑えられなくなるとのこと。ヨルニさんの症状は完全にレプチン抵抗性によるものでしょう。夜食症候群が引き起こす健康リスクには、動脈硬化、高コレステロール血症、また高血圧からくる心筋梗塞や脳梗塞などが挙げられます。俺は一体どうすればいいんでしょう？ストレスをためない、夕飯は遅くとも就寝の3時間前までに済ませる、脂肪の取りすぎにも注意する。そう言われましてもなかなかすぐには実践できるかどうか。でしたらとにかく規則正しい時間に寝ることから始めてみてください。わかりました。睡眠時間を確保するため生活習慣を改善してみることにした。例えば夕食や入浴は早めに済ませておき、リラックスできるようにホットミルクやハーブティーなどで体を温める。もちろん夕食後すぐに歯磨きすることや無意味にキッチンに行かないことなどを意識する。食べ物が目に入ってこなければむやみに食欲を刺激される恐れもない。それでも腹が減った時はうどんやおかゆなど脂質少なめの夜食、脂っこいものには絶対に手を出せない。また足のつま先から胃に達する胃経や人差し指の爪の付け根にあるレーダ、足の裏の土踏まずの上から人差し指に向かって少しくぼんだ部分にある有線は胃の機能を鈍らせ食べる衝動を抑えてくれるツボ。胃経、レーダ、有線を刺激することによって食欲抑制と肥満予防の効果が期待できるんだって。他にも満足感を長続きさせるホルモン GLP-1 を増やすのもありよりのあり。 GLP-1 とは誰しもが体の中に持っている生理的ホルモンで、摂取すると満腹感を感じやすくなるだけでなく、その満腹感が長続きするのだ。 GLP-1 を増やすにはチーズ、ヨーグルト、キムチなどの乳酸菌、サバ、アジ、イワシ、サンマといった青魚の EPA、 海藻や芋類、アボカド、糖類の食物繊維、レバー、赤身の肉、ほうれん草、貝類の鉄分を摂るのが肝心。これだけ気をつけてりゃそのうち治るっしょ。だが悲劇は繰り返されてしまう。ファイバールーマンハルチューカラガラ。酒の勢いでタガが外れてしまった俺は主演がお開きになった後、たぶんいればいいけば、久しぶりにちょっとやってかい。悪魔の所業に打って出る。焼き鳥うまい、肉まんうまい、唐揚げもパッペカも全部うまい。翌朝うそ、夜更かしして食い散らかした残骸を目の当たりにしてショックを受ける。先生、失敗しました。この苦しみから解放されるなら意志薄弱な情けない人間であると思われてもいい。そう思って再び病院を訪れてみた。だったらもっと簡単な方法もあります。一体どんな方法ですか？
その場でおよそ20回10秒間ダッシュ、もも上げをするんです。それだけで信じられないくらい空腹感がなくなりますよ。なんと、それなら試してみる価値あるかも。よし、睡眠時間と食事内容に気をつけて最後にダッシュ。脱夜食症候群のため来る日も来る日もダッシュし続けた。半年後、体重戻ってる。俺は夜食症候群を見事克服することができた。結局悪しき習慣だったってことか。今となってはなんてことはないけれど、陥っている時はただただ地獄の日々。それが夜食症候群の怖さ。重要なのは夕食後や夜中の大食いが普通の状態ではないことに気づくこと。とにかく最後は己との戦いあるのみ。 ES、 ちょっとくらいなら、1日だけなら大丈夫が命取り。夜中のドカ食いにはくれぐれもお気をつけのほど。